乗り倉岳熊襲撃事件は2009年9月19日に岐阜県と長野県の県境に位置する乗り倉岳で発生した野生の月の輪熊による襲撃事件。観光客として乗り倉岳を訪れていた人々のうち10人が次々に熊に襲われ重軽傷を負う惨事に発展した。なお、メディアや文献においては事件ではなく事故と表記しているものも多い。 事件の舞台となった畳平バスターミナル2009年9月19日午後2時20分頃、乗倉岳に属する魔王岳の登山口付近にある畳平バスターミナルでは当時連休中ということもあり、1000人以上もの観光客が集まっていた。観光客の一人である68歳の男性 A は妻とこの地を訪れカメラで風景を撮影していたところ、突如、 魔王だけ中腹からクマが全速力で走ってくるかと思うとバスターミナルに向かって猛スピードで下ってきた。A はとっさに逃げようとするもクマの鋭い爪は A の肩から腹にかけてと左膝を激しく引っかき A は重傷を負った A の命は幸運にも無事であった続いてクマは登山道に移動し女性登山客 B を攻撃周囲にいた登山客らは 熊に石を投げるなどして、B を助けようとしたが、熊は落ち着く気配がない。また、登山客の一人であった66歳の男性 C は、B を救出すべく自分が持参した杖で、力の限り熊の頭を殴るが、それが原因で熊を刺激してしまい、今度は C が反撃された。熊は C の顔面に向かって前足を強く振り下ろし、C は歯と右目を失う重傷となった。 死いも命は無事だったが、顔や頭の骨など数箇所を骨折していたため、大規模な手術を受けざるを得ないまでに負傷した。様子を見ていた周りの観光客も、襲われている人たちを助けると逆に自分が犠牲になるかもしれないため、手がつけられなくなっていた。そして、畳平バスターミナルに隣接する宿泊施設、銀霊、そうを経営する59歳の男性 D は、 熊が出たという騒ぎを聞きつけ、様子を伺っていた50人ほどの観光客に、熊が向かってくるかもしれないので、ツアーの方は乗ってきた観光バスの中に、その他の方は近くの建物の中に避難してくださいと注意を呼びかけた。そもそもこの地域は、熊が出没するのは年に2、3回程度であり、それほど多くないと考えられていたため、自治体は特別な対象をあまり行っていなかった。 しかし、D は、万が一熊が出没した際の恐ろしさは頭に浮かんでいたため、このように自主的な措置をとっていた。しかし、事態はこの後もさらにエスカレートし続ける。D と銀で装の職員である男性 E は、熊が観光客らを襲う光景を目にすると、共に熊の至近距離まで接近し、音を立てるなどして、熊の注意をそらそうとした。しかし、 クマは人間に対して、さらに敵意を表し、すぐに、E に襲いかかる。D はなおも音を立てたが、それによって、クマの標的は E から D へと転換し、これで5人目の被害者となった。それに気づいた D の息子 F は、D を襲い続けるクマを力いっぱい蹴りつけ、D を助けようとしたという。後に F は、父が死ぬかもしれないと思って、必死だった。 次に熊が自分を襲うことなど一切考えなかった。と語った。勇敢な行動をとった F に対し、熊が反撃しようとしたその瞬間、警備員が運転する軽トラックが F と熊の間に突然入ってきたため、F は熊に襲われずに済んだ。熊の目を盗み、F は父である D を救出した。D は熊の襲撃で重傷を負い、命は助かったが120針を縫う。 大規模な手術を受けたという。バスターミナルでは1階にある部屋1つを応急処置用の臨時救護室として封鎖した。そこに熊の攻撃により負傷した人々が殺到した。しかしながら現場には医師、看護師がおらず治療は不可能だった。また119番通報により救急車を要請したが、 畳平バスターミナルが位置するのは標高2702メートルの地点であり、日本で最も標高の高いバスターミナルであったため、救急車もすぐには到着できなかった。エフラが襲われている間、周囲にいた観光客らは怒号や悲鳴を上げ、駐車場のバスやタクシーはクラクションを鳴らし続けてクマを威嚇した。また、現地の環境パトロール員が軽トラックを運転し、 クマに接近させクラクションを鳴らし続けた。これに怒ったクマはトラック相手に攻撃を仕掛けるもうまくいかないことに気づいたのか、今度はパトロール員たちが集まる駐車場管理人の詰所を襲った。詰所内にいた3人のパトロール員は慌てて外に避難し、詰所の中にはクマだけがいる状態となったため軽トラックを運転していたパトロール員は トラックを詰め所の入り口を塞ぐように駐車させ、熊を閉じ込めようとした。しかしこの策は失敗。熊は詰め所の窓ガラスを割って逃げた。狂ったように暴れる熊は畳平バスターミナルの正面玄関に突進した。ターミナルの建物内には現場にいたおよそ100人もの観光客が避難しており、入り口は熊の侵入を防ぐために、 机や椅子などでバリケードは作っていたものの、後からの避難者への配慮によりシャッターは下ろしていなかった。そのためクマはバリケードを破壊し、大勢の人々が殺到するバスターミナル館内に侵入。再び暴れ、クマはその場にいた女性のバス運転手の左耳に噛みつき、重傷を負わせた。また、女性からクマを引き離そうとした従業員ら3人も、 引っかかれたり噛みつかれたりして負傷した。ターミナル館内で働く職員 G は客から渡された消火器を持って近づくと勢いよく泡を噴射した。クマはそれまで館内の食堂にいたが消火器による攻撃に驚き食堂の隣にある土産物屋へと逃げた。G はとっさに食堂と土産物店を仕切るシャッターを閉じ、クマを 土産物屋の中に閉じ込めることに成功した。最初の被害者である A が襲われてから40分が経過していた。この事件により10人が負傷したが、奇跡的に死者はいなかった。一説にはそれ以上の負傷者がいるとされているが、その理由として被害に遭ったのが、お互い面識のない全国からの観光客で救急車を使わずに自家用車などで病院に搬送されたものなどが、 行政の調査にカウントされなかった可能性があるからで、ある。騒動を起こした月尾ワグマは、事件発生のおよそ3時間40分後の18時前、駆けつけた高山領友会入川支部のメンバー4人によって、射殺された。熊の年齢は21歳と高齢のオスの月のワグマで、体長は130センチメートル程度、体重は十七キログラムあった。その後、 現地では地元の観光協会と岐阜県高山市が毎年合同で熊対策会議を開催し、その年の事故報告や対策などが話し合われているほか、岐阜県による周辺地域の巡回パトロールも開始された。この事件の特徴は、熊が事件発生当初から異常なほど落ち着きがなく、人間に対して全く怖がらずに片っ端から襲い続けたことである。本来、 月のワグマは人間を恐れ、人間を攻撃する特段の理由がない限りは、興奮しない習性があるが、当事件ではその正反対であった。野生のクマの場合、メスは子グマを産んで育てるため、敵と戦う習性が強いが、今回現れたのはオスであった。人間の食べ物を狙う目的で現れたなら、警備員が必ず気づくとのことで、通常とは出没原因が違うことが判明した。 事件後に作成された資料によると、出没した熊を最初に目撃したのは、初被害者の A ではなく、魔王岳中腹よりもさらに高い地点の山道を走行するバスの運転手であったという。運転手の証言では、観光客もいた大黒岳の頂上から熊が駆け降りていて、その時から明らかに興奮しており、走るのも高速であったとのこと。つまり、 バスからクマが目撃されるよりもさらに前に何らかのきっかけがあってクマが情緒不安定となった可能性が指摘された。このような情報から野生動物の研究者である森本萌え渡るはもと大黒岳にいたクマが人間と出会いその際に人間が驚いて叫んでしまったためクマは驚いて大黒岳から逃げ山を下って魔王岳の登山口付近まで 慌てて移動したのではないかと推測した。なお、熊は人間に驚かされると興奮し、人間を敵と捉えてしまう傾向もある。ありがとうございます。